どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、実はチョビリッチのポイントサイトの案件で一撃5万円がもらえる神案件がありますということで、まあ、今回はね、いつも私の、ブログでも紹介している、モニター案件とともにですね、この時間帯グルメクーポンっていう案件もですね、とてもポイントがもらえるということでおすすめとなっておりますので、今回こちらをね紹介していきたいと思います。で、この動画ではポイントサイトチョビリッチのコンテンツの一つである、時間帯グルメクーポンを紹介いたします。ポイントサイトのチョビリッチとはから始まり、最大ね5万円分の、ポイントを獲得できます。こちらを獲得できればね、一撃で4万500マイルまでね獲得可能ということで行ってみたいと思います。で、私はですね、リクマイラー2年生、正確には3年目なんですけども、1年目は活動しておりませんでしたので、実質2年目という感じですかね。今現在14万、今、先日ですね、ポイントサイトからのポイントが交換完了して16万5000マイル、ファミリーマイル、夫婦合わせて18万マイルぐらい保有しております。でチョビリッチとはということで、まあ、ポイントサイトチョビリッチは、私のおすすめのポイントサイトということで、まあ、何がおすすめかというと、まあ、何よりねポイントサイトを運用、利用してですね、一番気になるのはポイントサイトをね経由で利用したにもかかわらず、問い合わせした際にね、ポイントサイトを利用して経由して利用したにもかかわらずポイントが付与されなかった時等のねトラブルがあった場合、お問い合わせというものを行うんですけども、その時の対応がね本当のいいポイントサイトの一つでございます。チョビリッチに関しては本当に丁寧ですので、そういう意味でもねとてもおすすめとなっております。まあ、ポイントサイト自体の、紹介動画は別の動画にありますので、そちらをね参考していただけたらなと思います。で今回の、時間帯グルメクーポンとは何かということで、まあ見ての通りですね、時間帯グルメクーポン、まあ、時間帯グルメクーポンは飲食店にですね事前に決めた時間に来店するクーポンということです。まあ飲食店なんで、まあ、その時間にね確実に来店するっていうのがこのクーポンとなっています。その時間帯に利用することによって利用金額から最大5万円まあ、利用金額によって変わるんですけども、そちらがポイントバックされるという仕組みになっております。時間帯によってはポイントバック率が変わって最大で 50%、まあ、基本的には 30% から 50% ぐらいがねポイントバックのパーセンテージとなっておりまして、本当に大人数のね、会社などの飲み会とかねそういうのが幹事になって、この時間帯グルメクーポンをね利用できれば本当に一撃で5万円ポイントバックっていうことも考えられますので、ぜひね狙っていただけたらなと思います。私もですね、まあ、もう結構前になるんですけども、一度、上限5万円だったんですけども4万5000円ぐらいまでね、もらったことがあります。やはりね会社とかそういう大人数が集まる飲み会っていうのの、幹事になることができればですね、本当にこういうのも夢ではありませんので、積極的に狙っていただけたらなと思います。で今回実際のね案件を見てみます。こちらポイントサイトチョビリッチから、時間帯グルメクーポンの、画面でね探しております。一応まあ、出しても大丈夫だと思うんですけど、名前とね居酒屋の名前は伏せておりますけども、右側の画像ですね、時間帯ということで、まあ、基本的に 50% 誇っている時間帯は本当に4時から5時なんですよね。でそれ以外は基本的に 30% ということで、まあ、4時から5時の間で、まあ、会社の飲み会を主催するって多分不可能だと思いますので、基本的にはですね、まあ、30% になってしまうのかなと思うんですけども、まあ友人とかね
知人とかの飲み会で、まあ、早めからスタートができるような飲み会の時は、まあ、こういうのでもね4時からでもいいんじゃないかなと思います。こちら 50% ですからね、すごいですよね。1万円使ったら5000円返ってくるわけですからね、すごいですよね。まあ、基本的にまあこちら 30% でお話しさせていただきますけども、1人で1万円の場合は 30% で3000円、まあ、10人で、10万円の場合は3万円のポイントバック、まあ、20人の場合で、2万円の利用だった場合、最大の5万ポイントまでポイントバックされますということで、まあ人数が増えていけば増えていくほどですね、やはりポイントバックの上限にまでね行きやすいので、まあ私としては、まあ先ほども言ってる通り大きな飲み会でねこちら利用できる、もしくは、人数が少ない飲み会でも早い時間帯で利用できるのであれば、この案件はねとても重宝しますので、一つ覚えていただけたらなと思います。で、大人数の飲み会、会社などの飲み会に、積極的に幹事になりましょうということで、やはり会社の飲み会って、私も入社、会社入社して間もない頃はですね結構やらされました。こういうの知ってればねあれだったんですけども、普通にお店を探して、予約してみたいなことをやっておりましたので、もしね今幹事を任されているような位置の人にはね積極的に狙っていただけたらなと思います。これを狙うとですねやはり幹事になるのが全然嫌じゃなくなるんで、それも結構メリットだと思います。私自身経験してマイルが貯まるんだったらもう積極的にやってやろうって気持ちにもねモチベーションも上がりますので、おすすめとなっております。最後にまとめです。まあ、モニター案件、このチャンネルではですねモニター案件も、おすすめしております。モニター案件の動画他に出ております。そちらを見ていただけたらなと思うんですけども、このモニター案件と時間帯、別グルメクーポンですね、両方で検索していい案件を見つけてね利用をおすすめしております。まあね時間と人、人数とかですねそういうのを考慮してどっちを選んでいただけてもいいかと思うんですけども、時間帯グルメクーポンは本当にモニターではありませんのですごい簡単なんですね。っていう意味でも時間帯別クーポンというのはねとてもおすすめとなっておりますので、今回動画にさせていただきました。まあね大人数の飲み会主催できるであればぜひ利用していただけたらなと思います。今回の動画はねちょっと短いんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立っている方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。